まあ、ライフワークってどんな感じなんですか、うん、ライフワーク一応主婦で母親で、うんはい、なのでまずあの家事とか、まあ、お家のことがメインなんですけれども、はいうんまあ、あとは私のこう日本でのこういうお仕事のきっかけっていうのは、はい、最初ブログだったんですね、はい、でイギリスに来たのが2000年で、うん、でまあその時子供も3歳と3ヶ月ですごい小さかった。めちゃくちゃ小さいですね。ので、はい、なんかやるにもね、なかなかできない状態で、うん、で、まあ日本に住んでいるお友達に、はい、あの、近況報告のつもりでブログを始めて、うん、で、まあそれをアップしていって、うん、まあ毎日結構時間があるので、はい、そんなことをしていって、でうんまあ、そこからお料理ブログになってっていう形で、うんまあ、今に至るんですけれども、うんうん、学校、まあ、そういう意味で小学校の先生を辞められて、はいまあ、イギリス戻ることは決まってたっておっしゃいましたけど、もうそれはつまり当然結婚する時からそう、もうそういう話になってた。そうですね、うん、でも私も日本が大好きだったの で、 そうですよね、もうでもそのねでもまだこうね、あの、いつ帰るかわからないけどって言われたらもうね、耳から、うん、もう耳がちくわ状態で、はいはいはいって、もう聞いてるようで聞いてなかったんで、うん、本当に帰ることになった時にはちょっとびっくりして、うん、うん、びっくりしましたね。うん、そうするとまあまあ当然言うまでの国際結婚で、うん、そうですね。まあお母様も亡くなられたということで、はい、お父様は、はい、まあ可愛い娘が、うん、それはあの相手が日本人であろうが、それでなかろうかだと思うんですけど、うん、なんかその辺結婚に至って、はい、何かお父様はどういう感じだったんですか？全然もうウェルカムだったのか。いや、ウェルカムではないですね。っていうのは私も一人っ子なので、うん、本当にね、なんか父にとってはね、まあ大事な娘だったと思うんですよね。うんうん、でも、まあ、結婚するって言った時にあの主人の母が、まあ、その頃はあのイギリスのまだあの植民地で返還前だったんで、うん、あの母がこうあの香港で仕事してたんですね。あ、そうなんですね。なのでわざわざあの日本まで来てうちの父親のとこまで来てくれて、うん、こうきちっとした形を取ってくれたにもかかわらず、うんね、あのイギリスだったらもうよくてもダメでも一応おめでとうコングラチュレーションつってあの、うん、ハグをしたりとかするのが、うんまあ、一応流れらしいんですけど、うん、うちの父はもう口を閉ざした貝のようになっちゃって、うん、なので、まあ、お母さんにしてみたらなんて愛想のないっていうか、うん、こんなちゃんと来てるのにっていうのもあって、うん、もうこっ私なんかヒヤヒヤしてたんですけど、うん、で父親が考えさせてくださいって言って考えるね、うん、でもやっぱりその辺は欧米なんかだと考えるっていうかもう自分の人生ですからね、うん、そんなの人にあの 親であろうがやっぱりそんなっていうあの考えがある、うん、あ主人にもあったと思うんですけどね、うん、でもまあ結局は最後はねあの許してくれて、うんまあ、結婚したわけなんですけどね、うんうんうん、そうか、その辺結婚してからは、うん、徐々にそういうのは解けていった感じ、うん、まあもう本当にその辺は、はい、あの主人が日本語できるっていうのもあって、うん、その辺のわだかまりというのはすぐに、うん、あのなくなって、うん、まあ本当にあの後々は、あの、うん、逆にこんなね、あの、うん、変わった子をね、あの、認めて分かってくれるのは、うん、まあ、彼ぐらいしかいなかったんじゃないのって、うん言ってましたけどね。そうか。まあ、そして、はい、まあ、お子さんにも恵まれて、はい、で、その後に、ただまあ、ね、ある意味、ちくわで聞いてた、うん、イギリスね。いわゆる現実になった時っていうのは、うん、どういう心境だったんですか？もう、ちびまる子ちゃん。ちびまる子ちゃんのもたらーんって、もう、冷やす。今一瞬意味がわかりませんでした。よくわかりました。はい、そんなこと聞いてないよとか思って。自分が聞いてなかった。そう、自分が聞いてなかった。だけど、うん、もう、ね、しょうがないじゃないですか。うん、だから、私も何でも、あの、今もね、物事決めるとき、そうなん、すべてそうなんですけど、うん、まあ、やってみて、ダメだったら、やめればいいじゃんって。そんなぐらいなスタンスだったんです、うんうんね、だからまあ結婚もね本当に大事だけども、うん、でももしかして日本ではうまくいってもイギリスに帰ってもし私がもうどうしても、うん、もう息苦しくてどうにもならなかったら別に戻ってくればいいじゃんって、うん、あのそのぐらいに軽く考えるようにして、うん、であのイギリスに来たんですね、うんうんでそしたら大変でしたやっぱり大変でしたそれはあどんなまず、うん、もうまあ本当にすごいあのホームシックですよね、うん、あのホームシックというよりは日本シックっていうんですか、うんうん、やっぱり
文化が全く違うのもあって、うん、私東京生まれの東京育ちなんですけれども、最初に住んだのがケント州っていうところにあって、うん、ガーデンオブイングランドなんて呼ばれちゃってるぐらい、うん、カントリーサイドが広がる、はい、とっても今考えてみれば素晴らしいところなんですけども、うん、はい、ね、牛なんかもいたり、うん、もう本当に牛がもうってなくともうって泣きたいのはこっちだよって本当に独り言でつぶやいて、はい、しまいましたけど、うん、そのぐらい中で、うん、もうなんかあの時は本当にちょっと軽いなんて言うんだろう、うん、ちょっと鬱っぽくなっちゃって、うん、何やっても楽しくないし、うん、でも本当に帰ろうとか思って、うん、なんかもう数えて3回ぐらいは本当に手作りしたこともあったんですよ。あ、本当に、うん、うん、で、まあ私を脅かしのつもりで、うん、なんかまあ半分で今考えてみればね、うん、でなんかやってたんですけど、ある時、うん、ね、主人がじゃあ